出てましたけど、スポット参戦出てましたけど、飯田明選手が足が出るのは初めてですからね。それでね、この日本のレーシングカーとはまたちょっと違うね、テイストがあるコルベットをね、乗りこなしたわけですから、いや、本当やっぱね、日本のドライバーのレベルって改めて高いな。プロがプロレースではあるんですけども、プロがスタートドライバーを務めていきます。で、昨日の Q2 で走ったドライバー、主にプロドライバーなんですが、そのプロがスタートドライバーということになって、がドライブするクラフトバンクレーシングのメルセデス AMG GT3 エボがホールからスタート。そして2番手からはですね、デニス・リッドがドライブするメルセデスのクライマックスレーシング、さらにですね、3番手から今日、ね、スタートからオープニングラップからね、相当なペースで来ると思いますんで、ぜひね、黄色のフェラーリ296 GT3 その走りを楽しみにしていただきたいと思います。そしてコースサイドにいらっしゃる、ね、カメラを構えたファンの方々はね、取り逃さないでくださいよ。プロドライバーがスタートドライバーを務めますので、前半がかなり激しくやり合う感じになると思います。そして、後半はアマチュアドライバーにスイッチをいたしますけども、そのアマチュアドライバーたちがどこまでですね、このレーシングチームです。クラフトバンブーレーシング、マシンはメルセデス AMG GT3 エボ、カーナンバー37、現在ランキング2につけています。そのスタートドライバーを務めますのは、かつてタイムは1分38秒82を GT ワールドチャレンジアジアの富士スピードウェイ高速コードを獲得する前で、見事オールポジションからのスタートです。そして2番グリッドからのスタートはカーナンバー2番です。こちらも同じくメルセデス AMG GT3 エボをドライブします。マキシミリアン・ゲイツの熱い走りも期待しましょう。クラフトバンクレーシング2台出ておりますけどね、こちらはグレーのカラーリングに漢字が書いてあるマシンになります。そして12番手からのスタートはカーナンバー47番、こちらもルマン帰りのコースです。ルマンでは残念ながらね、イタリアということになってしまいましたけども、その悔しさをこの富士スピードウェイで話してもらいましょう。カーナンバー47番、ビーステーションレーシング、アストロマーティックバンテージ AMR GT3 を発車します。スタートドライバーでからはカーナンバー500番です。こちらはスーパータイプにも参戦しているチームなんですが、この、GT ワールドチャレンジアジアパワードバイ AWS にも参戦いたします。マシンは日産 GTR GT3、 チームロジケ、スタートドライバーは川端慎太郎。
ってからはタナカ29アウディも打ち出せます。ハンドプロレーシング、スタートドライバーはキーハオ。34番手からはカーナンバー360番、こちらはスーパー GT でもおなじみのチームランカップスポーツから日産 GTR を打ち出します。スタートドライバーは田中敦。そして35番手からはカーナンバー60番、エルメコルサからフェラーリを打ち出せます。スタートドライバーは脇坂重達。以上が GT3 クラスとなります。そして O クラス、カーナンバー71、こちらは GR スープラ GT4 を打ち出せます。からは GT4 クラス、クラス3番手カーナンバー718番、こちらはマシンはポーチェ K1 GT4。 3に昨日レース入っていると、優勝15秒余分にピットストップ、そして、2位が10秒余分にピットストップ、そして3位が5秒余分にピットストップというですね、まあ、こういうタイムハンディキャップが設けられるんですね。ですから逆に言うと4位でチェッカーを受けた37号車のダニエル・ジュッカデアは最後表彰台を狙いに行ってなかった可能性があります。いわゆるタイムハンディキャップ